はい、タンタンでございます。お待たせいたしました。ケリー入会いたしましたということで、まずこちらの動画ではケリーウクレレソプラノロングネックですね、一番入荷したら連絡してねなんていうお声もいただいてたソプラノロングネック、今回は 1,2,3,4,5 本入会いたしました。こちらの動画で5本ですね、引きましょう。最初01番という番号でやっています。こちらの答え音はだいたい同じようなケリーの、サウンドです。こちらが1番です。こんな感じになっております。あと写真も見てください。1番でございます。そして、ソプラノロングネック2番手はこいつです。こちらが2番、木目はこんな感じ。動画の、見た後必ず写真も見て見比べてください。こちらが2番ですね。2番の、ケリーソプラノロングネック。ハワイアンコア、オールハワイアンコアっていうやつですね。非常に、今回もいいグレでお待たせしましたのゴールド。そんなわけで次が2番。時間足りるかな、これ。大丈夫そうだな。次が3番。
どれも弦高は低いですね。激低じゃないんですけど、ちょうどいい感じ。ちょっと低めに作られてるのかな。なので非常にコロコロ、いい感じに音がこうギラッとしてなくて、こう素朴なサウンドなんだけど、しっかり、バランスが取れているのも一つの特徴かな。でハワイアンコアの、ナットサドルっていうのもね、またアナログなんですけど非常にいいかなと思います。こちらが3番。そしてソプラノロングネック4番は、ちょっと木目のラインが強いタイプ。ないので迷ってしまうと思うんですけど、なかなか入荷もないので、こちらが、4番のソプラノロングネックですね。あとは、木目はさらに動画の後に写真も見てください。こちらが4番の、ケリーソプラノロングネックでございました。そして今回はソプラノロングネックラスト5番。5番のケリーソプラノロングネック。5本って言っても、申し訳ないですが、今回も選定させていただいたので、私の方で選んだのはソプラノロングネック、まあそんなに数はなかったですけど、5本、入荷いたしました。 1,2,3,4,5 ですね。こちらが5番の機種になっております。木目は、こんな感じでちょっとこうワイルドな感じで、横に虎がかなり入っているタイプなので、動画で聞いた後音のインスピレーション、こんな感じのサウンドかなっていうのを、見ていただ、聞いていただいてから次は、写真を見て、ぜひ、気に入った方はこのコロナ禍ですけど、通信販売でも安心して買えるように一本一本、こうやってお見せいたしておりますというわけで、ぜひですね、私の方一生懸命選んだ、5本よろしくお願いいたします。他にも、コンサートソプラノテナーも入荷いたしましたので、ぜひ、見て
ていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。